今日から、ピッキーの方で僕の親友のイラストレーターのホクシーさんが個展をやるので、その Vlog ですね。では紹介します。ホクシーさんです。こっちに来ないとダメ。ちょっとシャイなのでこんな頭ですけど、イラストレーターのホクシーさんこと、僕はせいちゃんと呼んでるんで、せいちゃんです。で今回個展で、まあ、せいちゃんの絵も飾ってあるんですけど、ピッキーとのコラボでこういう手ぬぐいと T シャツ、ミラー、コンパクトミラーかを作って、今回のあのテーマというか個展の今回の個展のタイトルは Not Your Toy で、おもちゃをテーマにしたあの絵を描いています。なんでこんなに緊張するの？え、だってやったことないの。もっと明るい人なんですけど女の子のイラストレーターで、いろいろな企業さんとかブランドさんとかとコラボしてて、すごい売れっ子のイラストレーターさんで、今回うちでやってくれて、なんかせいちゃんのそのテーマとか、ホクシーってどんなイラストなのかとかあったら聞きたいんですけど。そうですね、なんかちょっとセクシーで、奔放な、なんかこう自由に着てるような女の子をイメージして描いています。で、まあ、女の子とよく登場するのはウサギとクマで、今回ちょっとおもちゃがテーマなので、この絵はぬいぐるみになっています。こちらへどうぞ。あ、これからこれけど、ちょっとおもちゃのバービーの本当の人形のパッケージをイメージした絵ですね、この2つとかは。でおもちゃのカバーに入ってるって感じでしょうか。そうです、そうです。のでこのキャンバスもちょっと厚みがある部分をちょっと箱みたいに見えるように描いてます、うん、俺これが一番好き、これとこれが好き。ありがとうございます。これもちょっとそのぬいぐるみとかおもちゃたちがその人がいない時にちょっと考えてるようなことをこうメッセージじゃないですか、はい、書いてます。これとこれがじゃあ対になるのか。これとこれとあの女の子の絵が3つで、あ、この3つがあの手ぬぎの絵に描いてある。これが、ウサギのぬいぐるみが I hate humans, they are everywhere で、なんか人間があちこちなんかどこにでも行って嫌だって言ってるみたいな絵です。こっちはこれはあの古くなったウサギのぬいぐるみとバレリーナのオルゴールのラブストーリー。もうこれは初日で入れちゃった。そうだね。でもこれも入れちゃったんじゃない。あ、はい、これももう初日だけど入れちゃった。このテーマはこれもおもちゃで、これはあのブロックのおもちゃっていうか、このサイズ持って作ればすごい嬉しそうじゃない。まあでも確かに買いやすい。うん、あ、さっきのかわいいよね。あとで着替えます、僕も。うん、で後ろがこうなんか甘辛でちょうどいい感じだった。うん、男っぽさにガーリーが、あ、確かになかなか甘すぎずに、うん、キッチンの感じ、うん、で、これの原画があっちにあって、こっちはさっきの最後の3つのお人形のボックスになってるような絵のエリア。これはもうやつだけ、ここがピッキーなんだもんね。これが一番感じられたんだ。あ、それが時間は確かに。今日画面はカラオケの画面はこれに。こっちはほら。あ、ピッキー。うん、でもこの画面、液晶あったわ。可愛いよね。パーティーの時。8月21日日曜日までやってます。ぜひ遊びに行ってください。この後はアフターパーティーになるので、オープニングパーティー、あ、そうだね、オープニングパーティーなので、まあせいちゃんの周りの友達とか、あのピッキーによく来てる人がゆるい感じで、いつもよりゆるい感じだと思う。でちょっと絵を見ながらお酒を楽しんでもらえたらいいかなと思ってやります。
コラボの犬ぐいも、こういう使い方もさらしではないんですけど、夏はビーチは、夏はこういう感じで、うん、大活躍できるというね、ヒゲって感じで決めてみました。これ絶対聞かないですね。使うよ。ちょっとだけ飛んないですよ。大丈夫ですか？全然、だって出てないもん。あ、そうです。またそれもそう。はい、夏冬じゃない、なんだっけ、待って、秋冬、秋冬もうね、疲れてんの、疲れてますね。春夏のファッション議団やったと思うんですけど、秋冬のファッション議団もまた秋元剛さんとボリューム2やりたい。ファッション談義で、ファッション談義で全然成長したね。もう一回いいの、これいいの、これもやります、やりますね全然成長したね。それも交互期待